今回の雑学は、出産で男バラ、女バラというのは本当にあるのか、です。性別の決定は精子の型で決まります。もちろんどちらになるかは偶然の産物と。しかし産んでみれば男ばかりや女ばかりということが人数にあります。人によっては生涯で35人産んだ人がいますが、そのうち33人が男だったり、3代の間に生まれた70人の子孫が全部女だったりと、まあ、極端な場合もあります。男子家系と女子家系に完全に分かれている人が存在しています。これはどういうことかというと、体質の問題で、精子のうちの一方の型を作る要素が困難な体になっているわけです。はい。ということです。